はいどうも皆さんこんにちはこんばんはパパテラです改善版低予算向け簡単ソロお金稼ぎというわけでねガレージで複製する簡単な方法の改善版となりますまずは招待限定セッションで自分のね10大ガレージとかまあ6大ガレージとか2大ガレージでもできるんですけどまあ10大ガレージがあるとねスムーズにまあ複製をねたくさんできます まずはガレージというのはね、この高級なところから安い順にして普通にアパートのね、ガレージじゃなくてもただのガレージでもできるし6台のガレージとかもっと低予算の人はね、2台ガレージからでも一応できますそしてね、えー、この、えー、ガレージの中にね、準備が必要となります最低限この LGRH8 という車両を1台そして複製の犠牲となる車両を ファギオこれでこのガレージを満車にする必要があります。必ずね、満車にしておいてください。また、このファギオは、このガレージ以外の場所にはないようにします。そして、複製する車両のね置き場所とかも説明します。MC プレジデントになるために、クラブハウスが必要です。これはめちゃくちゃ安いところで大丈夫です。北の方の安いところでも大丈夫です。そして、複製する車両は、 ナイトクラブまたはね、えー、カジノペントハウスとかアリーナとかでも大丈夫です、まあ、今回ねナイトクラブで、まあ、なるべくねお金かかんないようなやり方でやっていきます他の、ね、場所でも一応代用できます、えー、アリーナとかまたはねカジノペントハウスガレージそういったところに複製したい車両を置いといてもできますでは複製する車両の、えー、条件ですね高額で売却できるものはアリーナの車両 また、えー、1C レトロカスタムなど。低予算の人は5万ドル以下で売られている車両で、アップグレードで超高額なカスタムをできる LG RH8 をアップグレードした LG レトロカスタムなどを使います。そして、所持金といってね、お金のねところ、画面右上にあるところですね、上の欄にね、 500ドルでもいいのでお金を持つように銀行から引き出しておいてくださいでは携帯の時間を見て今まだね6時前なんですけどこれがオンラインの時間で20時8時頃だとねちょうどいいんですねオンラインの時間帯を自分だけ止めることができますその作業をするのにちょうどね2時間ぐらいね GTA オンラインの時間帯が 裏で進んでいるっていう感じになるのでちょうどオンラインの時間が8時ぐらいでスタートするとスムーズだと思いますまずはストーリーに行きますストーリーに行ったらタッチパッドを長押しして一番下のディレクターモードを開始しますディレクターモードを開始するとおそらくねフランクリンとかマイケルとかトレバーでね出てくると思うのでまあそのままねディレクターモード開始でもいいし アクターからストーリーのキャラクターでフランクリンなどを選んで丸でもどちらでも OK です。ディレクターモードを開始したら、ここからの操作も簡単です。よく確認してください。タッチパッド長押し、設定を夜にしてから、四角を一回押します。R1 ボタンを三回押して、三角を押します。三角を押すとね、時間が止まってる状態になるので、 バツバツ押して携帯を開いてみると時間が止まっていれば OK です必ずこの時時間が止まってるのを確認してくださいそしてオプションからセーブのところオートセーブはオフにしておきますそしてゲームからゲームをロードここでセーブデータを1つ読み込みしてください ストーリーのね、セーブデータを読み込みに約1分半ぐらいかかります。これでね、オンラインの時間っていうのは裏で自動的に動いていて、約2時間進むような大体の計算となります。ストーリーで出現したら、携帯を開いて、自分の時間がね、止まっているのを確認します。でも、この状態、オンラインではどんどん進んでいるので、今度はオンラインの招待限定セッションを選択してください。 必ずこういったお金稼ぎあるときはオンラインの招待限定セッションに移動します到着したときにできればねこの時間帯が22時から朝の4時この条件である必要がありますじゃないとねプリプリのお姉さんが出現しませんしかし時間がねまだ早かった場合でも時計が止まっているじゃあこういうときはどうすればいいかというと一度クリエイターに行きます そしてクリエイターでね、待機した分だけ裏でオンラインの時間が止まっていて次にまたオンラインに入ると時間が止まる自分だけ止まるという感じになりますねなのでクリエイターに行き招待限定セッションに行くまたクリエイターに行き招待限定セッションに行くっていうのをスムーズにやるとその1回は約45分から1時間進みますなので2時間ぐらい進めたいときはね 2分ぐらいクリエイターで待機してから移動します。で、招待限定セッションに来て、時間がね、22時から4時の時間になっていれば OK です。では、複製する作業となります。エ l ジー RH8 を外に乗り出します。そして念のため、ここでタッチパッド長押しして、車両のアクセスを乗客にしておきます。この状態で、これからプリプリのお姉さんを見つけていきます。 22時から朝の4時の間であればだいたい同じ場所に何度も女性は出現しますしかしこのように1回目で近づいた時は、えー、出現していないような、ね、感じで見つからない時ありますで同じところをねぐる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 回ってもこれは出てきませんなので自分でね意図的にちょっと離れてみてください 今回、ちょこっと離れたぐらいで U ターンをした感じだとこのようにねいつも出現する場所にね出ません普段ここ右側に出ますじゃあ出ないときどうすればいいかというと思い切って1ブロック離れる要するに大きな大通り1個分ぐらい離れるっていうことですもうこれぐらい、ね、離れてみますで視点が届かないようなぐらいのね距離に行くと AI とかね、えー、そういったものはね、出現したり、信号機も壊れていれば治るという風なね、えー、状態になりますので、プリプリのお姉さんを見つけたら、静かに近づいてください。急ブレーキとかすると逃げちゃいます。で、クラクション、L3 ボタンですね。左のスティックを押し込んだり、右十字キを押すと女性を乗せることができます。乗せた後は、安全運転で移動してください。これ、他の車とかにぶつかったりすると、 えー、隣の女性がね、気絶してしまう、死んでしまうとか、えー、逃げたりしてしまいます。そしてこの中華料理屋みたいな、日本料理屋みたいなね、鳥居、ここのところに近づいてください。で、ここの、えー、門みたいな鳥居のところで、えー、左のドアと右のドアを塞ぐようにします。ちょっとね、えー、押し込み気味でやった方がいいかもしれません。ちょっとこのあたりですね、ちょうど映像ではこのような状態で止めます。 で四角で銃を構え外に1発発砲してください必ず撃ってくださいで隣の女性が確実に怯えているのを確認してくださいこのように怯えている状態この状態から三角で一度車両を降りますここから、えー、この、ね、車のボンネットのところをショットガンなどで撃ちますだいたい45発撃つといいですね、no 中の女性は撃たないようにしてくださいボンネットを45発撃つとえ火が出ます火が出たらこの場を離れますこの時ねショットガンで撃ってるので車が微妙に動いたりするのでちょっとねやっぱりね奥気味に最初突っ込んでおくでドアはちゃんと塞いでる状態にした方がいいと思いますではこのままね移動していきます今手配度がついちゃってますがこの程度なら普通に手配度巻くことができます そしてこれから向かうのは複製したい車両が入っているナイトクラブまたはアリーナまたはカジノペントハウスそういったところに向かっていきますで手配度がね必ずね消えるようにしておくとスムーズになります、まあ、レスターにね電話してね、えー、手配度消しちゃってもまあ大丈夫ですで MC プレジデントに登録画面左上にこのようにね個人車両が破壊されたと出れば OK なので 破壊されたのを確認してかからら携帯からモース保険に電話,をします電話をして今さっき乗っていたエレジー r h 8を修理直します直したら次に MC プレジデントで最初のガレージにあるファギオを要請します確実に要請してください要請して12秒たったらこの複製したいナイトクラブの ガレージの中とか搬入入口に入りますこの時ね必ず、まあ、一番最初の準備にもありましたけどファギオは必ず最初のガレージだけにある状態にしてください複製したい車両を乗り込み外に乗り出しますまだナンバーは変わっていませんそしてねこの複製にはカスタムナンバープレートは必要ありませんではこのままさっきのエジー r h 8があるところに行きます ここでね、ドンと後ろから押して、えー、中の女性が降りちゃう状態でもいいし、中の女性を倒してもどちらでもいいです。でね、このエジー r h 8が消えると、今乗っている車両、複製したい車両がナンバープレートが変わり、要するにファギオがこの車両に変わっている状態。でも、セーブがまだかかっていない状態なので、ここからファギオがあった場所。 のガレージにこのこ車両を戻しますこれがね違うところに戻してしまうと、えー、この複製は成功しません必ずこのガレージだけにファギオがある状態で始めれば必ずこの複製しようとしている車両をここに戻すことによって、えー、確実にねセーブがかけられますこれでファギオが 1C レトロカスタムになったというわけでね売却が150万から177万ぐらいで売却できるような状態となってます ではここからは簡単に連続して複製する方法です。次はね、より手配度をつけない方法を、えー、教えていきます。まずは外にね、出た時に、やっぱり最後にね、女性を倒したりすると、手配度がついてね、これが厄介です。レスターに電話も何度も何度も連続でね、できるわけじゃないので、えー、こういったね、えー、時間がもったいないということで、なるべくね、倒さないような方法でやっていきます。 まあえー、このようにね、連続でやる場合で、どうしてもね、レスターに電話しちゃうときは、もう電話しちゃってもいいと思います。まあ、あんまりケチケチする必要はないと思います。ではね、このまま、また女性が出現するように、この辺をうろうろします。で、中途半端に離れた距離で U ターンをすると、やっぱりね、女性は出現しなかったりするので、出ないときは思い切ってね、えー、本当に1ブロック離れる、大通りまで行くっていう感じ、大きな通りまで離れるみたいなことをすると、 出現しやすいいと思いますまた女性が出現するスポットは結構いろんなところにあります結構マニアックなところもあるのでいろいろな、ね、場所でもできると思います自分の持っているナイトクラブやまたはねカジノペントハウスとかアリーナとかそういったところの方でも結構出現するところは出現しますのでできると思います、まあ、施設の方はねほとんど女性が、ね、いないのでねちょっとやりづらいと思います ではクラクションで女性を乗せたらぶつけないようにしながらさっきのまあ、中華料理みたいな日本料理みたいな鳥居のとこに持っていきますで同じように左のドア右のドアを確実に塞ぐようにしますちょっとね奥気味にやっときますショットガンでね、えー、これね撃ったりするのでね動いちゃう可能性あります外に向けて一発発砲を確実にしてから三角で折りますで ボンンネットショットトショガンで発撃ちますこの時ね、エレジ L 字、ジ字8、微妙に後ろに動いてますね。なのでね、えー、最初に停車させる位置っていうのは、それも含めてちょっとね、えー、考えておくといいと思います。では、手配度がついちゃってるんですけど、このままね、歩いてね、複製したいナイトクラブガレージのところに向かいます。さっき複製、ね、する元となった車両は元に戻ってね、中に入ってますので、連続してスムーズにやることができます。また、この手配度、 えー、ミニマップを見ながらやればね、うまーくね、このようにね、手配度は消すことができます。では、左上のね、個人車両が破壊されましたという文字を確認してから、携帯からモース保険に電話をします。電話をして、LGRH8 を修理、直します。保険をね、使って元に戻します。で、MC プレゼントでファギを要請します。 間違ってオプレッサーとか呼んじゃった場合は、次にね、すぐファギオを呼んでください。そうすればね、ファギオが犠牲車両となります。では、このね、複製したい車両が入っているガレージの中に入り、複製しようと思っている車両を外に乗り出してください。 今回のこの1シーレトロのカスタムのね、えー、後ろの爆弾がなくてね、ナンバープレートが見えている状態っていうのは約150万ぐらいで売れるようなカスタムです。これはね、解説でナンバープレートが見やすいようにするためにやっているだけなので、後ろに爆弾ついても OK です。で、このようにね、倒さなくてもドンとね、えー、車両をね、押すことによって女性が降ります。そうすると1シーのナンバーが変わります。 こうなれば成功なので、手配度がね、これで付きにくくなってスムーズになると思いますね。まあ、あなるべく手配度をつけずにやる方法の2回目の連続複製した。よかったらね、こうやって参考にしてみてください。またこういったソロのお金稼ぎっていうのは、もうね、すぐに修正される可能性あります。そしていつまでもできるわけじゃないので、車両はとにかく複製たくさんしといて、売却だけはゆっくり1日3台程度にしてみてください。